皆さんこんにちは、ウルカ総支援巻き始まりましたウルカです。今日はですね1回目ということで気合い入れて髪上げてきたんですけど修行します。修行といってもあの顎がまだね折れてるんで激しいことできないんでちょっと心の修行にここですね、埼玉の和光市に来てます。こちらでですね、清流寺不動院という場所で座禅をちょっと体験しつつも心を鍛えようかなと思ってます。座禅はね今まであんまりガチでやったことないんで説明聞きながら心を整えられればいいかなと思います。ちょっと寒いんでもう行きましょう。清流寺不動院っていうところ、清流寺不動院住所行った方がいいですか？大体わかります？大体わかんないですそれナビできますかね？これでナビですか？はい、今日座禅をしに行こうかなと思って。すごいな。楽しそうですよね。もうこの年になって足が痛いから座禅なんて組めないね。確かに。あ、これ熊野神社って書いてあるな。でも熊野神社。熊野神社じゃない。別名ですかね。別名なんですかね。熊野神社。これ前字間違えてる可能性も。住所、あ、でも住所ここに なってますね。おじさん、熊野神社のとこで合ってます。熊野神社のとこで合ってます。さっきのとこ、さっきのとこで合ってる。あ、そう。はい、さっきのところの神社の隣、隣なんです。隣、あの熊野神社で降ろしてもらったらもう OK です。大丈夫です。あ、本当。はい、なんかすごいいい感じじゃないですか。この階段、階段とかもそうってなるんで、ね、逆にいい感じじゃないですか。まあ、枝とかもこれトラップみたいにしてるから、この辺もちょっと精神修行っすよ。あっ、高い。何よくしてる人。ありがとうございます。こちらで両手をまず洗うみたいですね。こうやってこっちで洗っちゃっていいのかな。めちゃくちゃ冷たい。お名前からお聞きしてもいいですか？はい、私は森田栄龍と申します。いつ頃からこういった住職様をやられていらっしゃるんですか？もうそうですね、子供の頃からですね。子供の頃から、はい、へえ。藤の病を抱えて生まれてきたんですが、苦しみながら、はい、子供の頃から修行の道に入ってる。今おいくつなんですか、ちなみに？まだね、はい、100いってないんですよ。そしたら90おいくつってことですね。天人のね、はい、年齢はあまり問わない。天人だから1000年前ぐらいだろうっていう。1000歳ということで1000歳ということで。森田さん、座禅なんですけど、みんな座禅ってあんまやったことないと思うんです。どういった効果があるんですか？うん、とにかく、はい、リフレッシュ。座禅の目的もいろいろあるんだけど、はい、大きな流れとしてはね、はい、無心になる。無になって、無になって、無になりきることができれば、神の存在を感じることができる。ぜひともやりたい。それはなります。ひたすら挑戦、挑戦無になることにひたすら挑戦。無になって、無になって、無になりきるという挑戦。なんかコツだけでも教えていただけないですか？神の存在を感じることは、感じることはできると。それから、ね、自分の心を見直してみると。定例座禅会というのを月に1回やって。あ、やってらっしゃるんですね。朝やるんですか？朝の9時半から、ね、9時半から集まりやすい時間にやってますよ。朝と夜どっちが方がいいんですか、みんなやるんだったら？もう時間も何も関係ない。歩きながらでもできる。歩きながらでも座禅ってできるんですね。お釈迦様直伝の呼吸法、はい、それも教えていただけるんですか？不動明様といかなる神か、はい、書いてるから。失礼します。森田さん作ったんですか、これ？偉大なる神のパワーを授けてくださる不動明王様。不動明王様ですね。神様であるか。一つ質問していいですか？うん。46億年前に広大なる宇宙の中に、唯一の人類の住める星として地球を作られたということですが、はい、宇宙人っていないんですか？そしたら宇宙人、はい、いっぱいいますよ。
人類というのは地球のみ、はい、人類ではないということです。言葉は喋るんです。もちろんもちろん。会ったことあるんですか？私はないけど。存在を感じるんですか？この宇宙、広大なる宇宙の中に。めちゃくちゃ広いですね。めちゃくちゃいるよ。めちゃくちゃいるんですね。感じるんですか？それ感じなくても分かるよ。佐々木さんはね、はい、格闘家と、もっとごつい人かと道を間違えたなという感じ。あったかい雰囲気を出して、はい、あなたスターだね。ありがとうございます、うん、頑張ります、はい、びっくりしたわ。いや、本当ですか？これ格闘家か。今日はね、不動明王様の前で感じたいと思います。虹橋光、虹橋光さんですね、はい、虹橋さんです。ご本尊様の不動明王様、はい、その他の神仏様の言葉を聞いておろせるということと、はい、それに必要に応じてその方の心の中の状態とか霊視、はい、霊視までできるんですか、はい、田口という。田口さんですよ、はい、格闘家の方ですか？違います。すごい強そうな、はい。そうです。よろしくお願いいたします。どういう体勢の方がいいですか？正座の方がいいですか？最初はね、足は前の方に投げ出して、はい、座禅というのは三要素というのがある、うん、一つは体を整える。体を整えたら自分の呼吸を整える。最後に心を整える。体を整えながら呼吸を整えながら呼吸を整えつつ取り組振り返りが良かったです。初め呼吸を数えてたんですけど、途中から振り返ってみたら、うん、やっぱりお父さんお母さんとあとは関わってくれた人たちへの感謝の気持ちがだいぶ強くなりましたね、はい、じゃあ次はね、5番、はい、5番ですね、はい、上から来てらっしゃい。はい、わかりました。はい、座禅体験してみました。やっぱり想像よりもなんていうんですか、指導してくれるんで、やっぱり自己流でやるよりよっぽど効果的じゃないかなというふうに思います。はい、すごい不動明王様の前、ま、にゃにゃにゃ不動明王様の前でね、座禅するとやっぱり違いますね。あの心が鍛えられた気がします。心が澄んだというか、あとやっぱり感謝の念がね、やっぱり強くなったんで、これはぜひおすすめですね。ぜひ皆さんここの清流寺不動院に来て、座禅会ね、月1でやってるみたいなんで、やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、なんと特別なごま行という炎を焚いてですね、不動明王様を下ろして、あの言葉が聞けたりだとか、すごい特別な体験今回できるということで、次回ごま行行ってみたいと思います。ウルカ総支援巻ウルカでした。